はい、今回ご紹介しますスマートフォン、Android 端末用のアプリは、こちら、ドロイドジャマーというアプリなんですけれど、カメラアプリ、面白カメラアプリになっております。まあ、このような形で、ここに、ギャラリーとカメラというボタンがあってですね、これ、このボタンを押しちゃうと、まあ、普通にカメラに切り替わるんですけれど、被写体を、人の顔、人物に当てると、なぜか、面白い写真が撮れるというアプリです。実際、撮ったやつを、紹介したいと思います。はい。こちら、先ほどの、ドロイドジャマーというカメラアプリで撮った、写真です。このようにしてですね、顔に先ほどのドロイドくんマークのような絵をつけることができます。ブログとかでちょっと顔を出すのがまずいなという時には、このドロイドジャマーを使えば顔が隠れますというアプリです。ではこれ実際どうやって撮影すればいいのかということをお話をしたいと思います。はい、撮影はですね、ドロイドジャマーを起動して、この、右上のこのカメラの、シャッターボタン、これをタップして撮影をします。はい、撮影が終わりました。はい、で、この右上のアイコン、絵をタップします。はい。そうすると、先ほどの、ドロイドくんマークのような絵が、顔に貼り付きます。これを保存するにはどうするかと言いますと、この、スマートフォンのメニューを押します。そうすると、保存というメニューが出ますんで、保存ボタンを押します。名前を付けて保存。まあ、名前を変更しないんであれば、そのまま、OK ボタンを押します。で、保存ができます。それ以外にもですね、メニューを押しますと、共有ってありますんで、この共有をタップしますと、はい、このように、ブログに送るとか、あと、Bluetooth、Dropbox、Evernote、Facebook、メールっていうふうに、あちらこちらに、写真を転送することもできます。はい。ご覧のように、ちゃんと、スマートフォンのマイクロ SD カードの、ホルダーに写真が、保存されております。これ一人ですけれど、何人でもできますんで、試してみると面白い写真が撮れるかなというふうに思います。はい。今回は、Android 端末用のアプリ、ドロイドジャマーというカメラアプリをご紹介しました。試してみてください。それじゃあ、失礼します。